どうも皆さんこんばんは、くんひろです。さあパート2か3になってると思いますが、やっとね、英雄の物語の始まりだそうです。あ、ただこれあれか、道を背負い、ああ希望をもたらす、いかに七を歩もうとも、いかに苦境に立とうとも、燃ゆる意志はなおも高ぶり、信ずる者がために核も戦う、その者英雄。日々が経ち過去が未来に転じるとも、その名は微塵も朽ちることなく、新しき時代に轍を残し、混迷の世に今一度名は継がれる、その者英雄。歴史に刻まれし新風、その名は。渦巻きナルトってか、ラーメンラーメン、おっと待ってくれよ、しかもかかし先生のおごり、嬉しいってばよ。ま、お前もさくらも復興作業に頑張ってるからな、たまに部下をねぎらうってのも上司の役目でしょ。サイも来られたらよかったのにね。用事があるんじゃ仕方ないさ、次の機会だな。大丈夫だって、サイの分まで俺が食べてやっからさ。いや、何が大丈夫なのよ。とにかく楽しみだってばよ。しかしその様子を見てると、木の葉を救った英雄とはとても思えないな。げっ、かかし先生もそれ言うのかよ。この頃どこ行ってもそれ言われてさ、こそばい食って仕方ねえんだけど。ま、お前が里を救ったのは事実だろ。人ってのは何かとヒーロー役を立てたがるもんなのよ。俺も腹減ってんだよな。そんなことどうでもいっか。今は1分1秒でも早く一楽に到着する方が大切だってばよ。ちょっと待ってよ、だからだな。あのさ、待っててね、ラーメンちゃん。どんだけよあんたのラーメン好きは。すいません、俺喋るタイミングが全くないんですけども、あの2までは話すタイミングでさ、丸を押してたんですよ。で、そうすると、まあ、要はギャルゲみたいにテロップが変わっていくと。でも今回、オールオートだから、俺喋るタイミングね、やべえ。団蔵様。来た。準備が整いました。おい。喋れねえ。ついにわしの時代が来た。やべえ、ついに俺が喋れねえ時が来た。長き時を闇に過ごし、ようやく訪れた好機、サルトビ。お前とは異なる方法でわしはわしの思う忍びの世を確立してみせる。これより開かれる五影会談、失敗は許されん。その旨肝に銘じておけ。ふう、取るね。ははっ、行くぞ。うわ、第一章五影階段。五影階段、喋っていい？もう大丈夫？そう、綱手のばっちゃんが解任して、で六代目が団蔵になったわけですよね。でサスケがですね、まあ、この辺コメント見て、あ、2にあったんだって思ったんだけども、キラービーとサスケが戦う描写があるんですね。で、サスケがもう実は暁に入っているっていう状態だと思うんですよ。でそこで団蔵がサスケを始末するって流れになって、でここから話をしに行くと、団蔵とね、と思うんだよね今。いいから冷静になれ。まずは情報の詳細を確認するんだ。かかし先生はああ言ってたけど、てかラーメンを食いに行こうとしたらそれやったんだよ。だから結局ラーメン食えてねえんだよな。けどやっぱり俺は。よし、ん、次どこ行くんだろう。どこに行くんだい。お、来た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 。ヤマト隊長、団蔵の元に向かおうとしてたね。してるよ。行かせないよ。君を見張っているようかかし先輩からことづかっているからね。俺は
団蔵に会って確かめなきゃいけないことがあるんだ。わがままを言わない。先輩に言われたんだろ、冷静になれって。それでも俺はじっとしてられねえんだ。押し通る機会、大和隊長が譲ってくれないならな。仕方ない。え、バトル？そっちがその気なら少し強引に拘束させてもらうよ。え、マジで？ちょっと待って、そんな気俺一切ないんだけど。戦闘開始。こいつは痛いぞ。俺の邪魔をしないでくれ。あれ、これボイスがあるっつうことはもしかしていろんなシーンがあるんじゃないか。よくもな、ここまで暴れてくれるね。え、本気じゃん、なんと。ちょっと待って、木の葉を潰す気か、お前は。ちょっとこれはしんどいな。団長と話をするだけだ。なんでそれを止めるんだよ。君の場合、それだけじゃ終わらないからだよ。よっ、山田隊長の目標に残念強えな。これ会話がね、結構あるね。 SAO と同じで、なんか SAO と比べちゃうのあれだけど。さあ行きましょうか、決めちゃえ。奥義フィニッシュ。どんなに厚い壁も俺の真術でぶっ飛ばす。いいね、勝負あり。いや、部屋がちょっと厚いな。やべえな。あと反響してて奥が出せねえ。悪いな、大和隊長、俺は団蔵に会いに行くってばよ。上司相手に本気で攻撃してくるかい、普通。いや、場所変えろよ。だって大和隊長が。お、やっぱりこうなったか。びっくりした。かかし先生、どうにかしてくださいよ。全然言うこと聞かないんですよ。ことサスケについてお前が踏みとどまるわけないと分かってはいたが、まったく。このままじゃサスケはやられちまう。だから俺は。とは言ってもな、団蔵はもう木の葉にいない。五影階段参加のために鉄の国へ向かったからな。あれ、五影階段、そうだったっけ。世界は暁の存在を野放しにできなくなってきた。美獣の力を手に入れた奴らは今や大国をも脅かす存在になっている。だから今回各里の五影が集って暁の対応策を協議し合うことになったんだよ。ことの発端は雲隠れでの一件だ。雲隠れって、さっき牙が言ってた。あ、これ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 だよ。俺の方でも調べてみたが、サスケが雲の人中力に手をかけたことは事実らしい。そしてそれが雷影の怒りに触れ、会議の引き金となった。やっぱりサスケは暁に嫌がんのか。ここまで大事になってしまっては今の君にできることなんて。だったら俺は雷影に会いに行く。そんでサスケのことを許してもらえるよう説得する。おいおい、急に何を言い出すんだ君は。五影が集おうとしている今、どの里も過激な任務や行動は自粛するのが決まりだよ。暁を操ってんのは面をした男だって四代目が教えてくれた。ペインと戦ってキュービの力が暴走した時、俺の中で四代目と会ったんだ。その時に面の男が黒幕だって言ってた。16年前のキュービ事件もそいつがやったって。とんでもなく強くて四代目も手が出せなかったって。前の戦いでナルトがキュービ化したことは聞いていた。どうやってそれを沈めたのか気にはなっていたが、やはり四代目港先生が絡んでいた。先生がナルトを救ってくれたんですね。面の男は暁を操ってる。サスケも同じだ。あいつは面の男に利用されてるだけなんだ。だから俺は雷影に会って本当のことを伝えたいんだってばよ。先輩、以前ジライア様から聞いたことがある。16年前の事件の黒幕、その可能性の話を。正直聞いた当時は半信半疑だったが、実際に黒幕と戦った四代目の話に嘘はないだろう。キュービを操る力、そして木の葉に対する憎悪、
それらが該当する人物、それはウチハ・マダラしかいない。マダラですか。確かに彼の名を聞くと何があっても不思議じゃないと思ってしまいますね。これは好き嫌いを抜きにして五影階段に向かった団蔵に知らせておく必要があるな。わかりました。僕の方から連絡を入れておきます。加賀先生、俺はナルト、四代目はお前に何て言った？え、父親ってのは息子にいろいろ言いたがるもんだろ。俺を信じてるって言ってくれた。よし、お前は雷影のところへ行け。ま、俺とヤマトはナルトの付き添いね。なんでそうなるんですか。ナルト、四代目が信じた道をお前はまっすぐに進め。俺はその補佐をやってやるよ。思いの丈を雷影にぶつけてみろ。よし。はい、ということでこうやってね、ナルトのストーリーがまた始まっていくわけだけども、もう俺ね、コントローラー置いてるレベルでストーリー見てた。寒い。あ、出た。早く戻ってこないかな。うるせえよ水月、黙ってじっとしてろ。カリン、そういう君だってさっきから世話しないよね。これはあれだ、暇だから運動してるだけだ。運動って、なんだよこれ。しかし遅いね、あいつ。まさか僕たちを置いて帰っちゃったんじゃないだろうね。それはないだろう。ここで俺たちを置いていく利点が奴にあると思えない。ていうか姿形があれだけ怪しいのも珍しいよね。馬鹿正直についてきてよかったのかな。ねえサスケ。五影階段。ああ、五影が一堂に集う会合が鉄の国で開かれる。で、その情報が俺にとって何の得になる？団蔵、その参加者のうちの一人がお前の兄イタチを陥れた首謀者の一人。もっとも今では六代目ホカゲを名乗っているらしいがな。団蔵。サスケ、鉄の国に向かうというのなら案内役をくれてやろう。ゼツ。うわ、出た。なに？サスケを五影階段の場まで案内してやれ。了解。こいつも超厄介だからな。戻ってきたようだ。あ、来たか。なんでもシャリンガンバリバリ戦闘態勢じゃん。ごめんごめん、ちょっと遅れたかな。ちょっとじゃねえよ、おかげで凍え死ぬところだっただろうが、バカ野郎。あ、やっぱり寒かったんだ。ああ、それでどうだった？さすが五影階段の会場だね。なかなかの警備だったよ。え、それじゃあ会場に侵入するなんて無理なんじゃないの？いや、どんなに強固な壁も必ず穴はあるものさ。ついてきな、裏口まで案内するからさ。なんかサスケも行くぞ。表情がね、全く変わらないね。無って感じだね、本当に。いや、しかし鷹はギャグ線が高いねだいぶ。さすがに鉄の国は寒いですね。まあ主に二人のメンバーだけだけどな。ここに雷影がいるんだな。ああ、ここまで来ればもうすぐだ。行くぞ。このさ、羽織ってる衣もかっこいいよね。なんかよし。いや、なんか団蔵がさ、俺の中ではさ、超そのやられ役っていうイメージがあるんだよね。なんか知らんけどね、あの橋でまあ戦うわけじゃないですか。でサスケとで、それのとこしか印象がほぼないから、なんかね、そういう会議に参加してたとか全然その辺の記憶がね、なかった。あのバトルは何回か見たんだけどね。さあ、これでこの映画みたいなね、出方が。出てこい、そこにいるのは分かっている。
こいつら、木の葉の。それにあの覆面、あいつ畑かかしっすよ、ボス。ふん、分かっとる。お前たち、これから五影階段があると知っての行動か？それを承知の上で、今日はお願いがあってきました。願いだと？サスケを、内川サスケを始末するのをやめてもらいてんだ。何よ、君は。むちゃくちゃ言ってんのは分かってる。でも俺はそう言うしかねえから。サスケは友達だ。友達が殺されるってのにじっとなんかしてらんねえよ。それにサスケが元で木の葉と雲が殺し合うのは嫌だから、そっちの仲間にも復讐はさせたくねえんだ。お願いだってばよ、もう復讐で殺し合うようなことはしたくねえんだ。何を願うかと思えば、なぜわしがサスケの始末をやめねばならん。奴はこの世界にとってゴミのようなものだぞ。奴の行いが雲隠れに混乱を与えた。それは今世界に飛び火しようとしている。サスケの存在は忍びという範疇から抜けた悪そのもの。悪をこの世にのさばらすわけにはいかん。わしたちは世界にとって不要なものを排除しようとしているだけだ。貴様に止める権利などない。サスケはゴミじゃねえ。ナルト、不要なもんでもねえし悪でもねえ。あいつは俺にとって大切な存在だ。あれを大切な存在だとは、お前も随分と愚かな奴だ。俺のことはどう言ってもいいけど、サスケの悪口は言うんじゃねえ。この世の断りを知らんガキが何を言っても無駄だ。この世にとって不要な存在であり、世をかき乱す悪、それがうちがサスケ。雷影様、手を出すな。あれごとき運動にもならん。ナルト、落ち着け。許さねえ。いや、このおっさんマジ強えからな。勝ち目ねえぞ今んとこ。戦闘開始。ライトの前に拳を握った。後悔すると、これどうしようね。戦闘喋るからさ、結構カットしづらいな。この辺もさ、まあ乗せたいけど、正直そのなんていうんだろうな、バトル中のボイスってさ、かなり聞き取りづらいから、まあ乗せなくてもいいかなと思うんだけどね。どうしようかね。お前の力はそんなものか。サスケはてめえなんかにやらせねえ。まあ一応奥義フィニッシュは決めて終わるって感じするか。よいしょ。いい、どんなに熱い壁も俺の真術でぶっ飛ばす。あ、これ毎回同じなのね。そういうことね。理解したわ。いや、勝っちゃったね、しかしね。サスケには手を出すな。これ式の力でわしに拳を向けたのか。やはり運動にもならん。さすがは雷影、完全に手を抜いてやれか。弱かったよ、普通に。拳を振り回せば全てが思い通りになると思ったか。その行動こそただのアホそのもの。世の断りを知らぬただのガキの考えに過ぎん。今の己が何をすべきかもっと考えろ。バカのままやり通せるほど忍びの世界は甘くない。そこまでだ。雷影様、数々のご無礼申し訳ございません。これは上司である俺の責任。どのような処罰も受ける所存です。わし相手におじけづかなかった。その息の良さに免じて今回だけは目をつぶってやる。いや、でも今のはいい説教だよね、どちらかといったら。あと本当に雷影様の寛大な処置だ。甘んじて受けるがいい。お心遣い感謝します。マジでなんか映画っぽいんだけど。どうした？いや、さっきのやつあれからどうすんのかと思ってな。だるい。今はこれからの階段について考える方が賢明だぞ。何かあっては問題なんだからな。ああ、
そりゃ分かってっけどさ。先輩、これからどうします？そうだな、嘆願も通らず、これからのことも決まらないならば、俺の話でも聞いてみては。そうだ、こんなんあったわ。いろいろ聞かされるんだよな、そりゃ。暁、こうして会うのは初めてだったかな。その仮面は、暁を操ってんのは面をした男だって四代目が教えてくれた。お前が暁を操る黒幕、あの内葉マダラだというのか。ほう、そこまで知っているとは。これは少々驚いたぞ。四代目が教えてくれたんだ。一番悪いのはお前だってな。四代目波風湊か。マダラ、あなたは遥か昔初代火影によって倒されたはず。それはお前たちの勝手な思い込みだ。現に俺は生き延び、今ここにいる。そんな、そのマダラがナルトに一体何の用だ。お前一人で九尾を取れるとでも思っているのか。今の俺にその気はないよ。ただ渦巻きナルトと話をしに来ただけだ。話だと？ペイン・ナガトを裏切らせたものは何なのか。ナルト、お前に興味ができた。そんなことはどうだっていい。それよりもサスケのことを教えろ。あいつは今暁にいるんだろ。サスケね、確かにあいつは今暁が預かり、そして思うがまま動いてもらっている。お前がサスケを騙しやがったのか。さてな。てめえ来るか、ちょうどいい。ペインを倒した力を確認するいい機会だ。さあ俺に示せ、この葉の英雄の実力を。今思ったんだけど、俺さ、喋れるのバトル中だけじゃんね。じゃあカットしちゃいけないんじゃね。てかトビの声どこ行ったや。戦闘開始。え、ちょっと待って。英雄渦巻きナルトか。てめえは俺がぶっ潰す。いきなりあいつ覚醒モードなんだけど。無断は禁物だぞ。もちろん分かってる。いやでもね、3になってね、戦闘のやり方が快適にめちゃめちゃなってんだよね。このチャクラダッシュがね、いいね。よし、これでいってないか。わー、あとちょっとあった。これ奥義フィニッシュでやっとこいいのかな。まあいっか、よいしょ。嘘だ。なるほど、お前の力確かに侮れんな。勝ってもね。サスケを返せ。お前がいくらサスケのことを吠えたとしても、奴はもう木の葉に戻ることはない。なんだと。サスケは真実を知った。真実を知った今、奴は光に目を向けはしない。こいつ何を。そうだな、サスケのことを語るにはまずお前たちにイタチの真実を教えねばならない。イタチの真実だと。聞くがいい。木の葉にとって憎悪の対象でありながら、誰よりも木の葉を、そして弟を愛した男、内葉イタチの真実を。こっから長いぞ、終わらないぞ。あ、会議の方かなこれはね。てかさ、今さ、シャリンガンの目のところのシワがあったね。あれでね、分かっちゃうんだよね。さあ、王の木。俺大好き。頬でね、すごいネタをね、出してくれたからね。雷影殿の呼びかけに。